支援を国が責任を持ってしっかりやるべきだと考えております。実はこの北海道における灯油の使用量、これは本当に多く、東北地方の約2倍の灯油を北海道は買っております。これが今の状況で、今これから夏に夏になってきますが、灯油の消費は落ちます。だからこれから秋、実は今までの結果だから